じゃあ統合牧場に何をしているかということを話していこうかなと思います。題して統合 TV 作りませんというタイトルで、私 GoWithToWeave と言います。こういうツイッターの ID なんですけど、探していただけるといいかなというふうに思います。何か意見ありましたらあっと飛ばしていただけるといいなと思います。でまず軽い自己紹介なんですけど、私誰かということなんですけど、所属は東大の生物科学専攻です。場所なんですけど、まあ外れの外れですね、本郷の理学部3号館というところにいます。で、牧場の家畜生活のスタートは2011年、もう2年近くいるんですね。なのになんかディスプレイの設定もできないという感じなんですけど、できっかけはまあボーノさんにメールをしました。当時はまあツイッターなんて知らない感じです。メールするのも危うい感じでした。で最初の様子、まあそこから分かると思うんですけど、まあググルって何っていうのもですね、アップルと Windows の違いも分からないし、なんか Ruby とか Python とか Java とかなんかよく分からないことを言っている人たちがいるという印象でした。で、そんな私が今日話すこと、2つあります。統合 TV の作り方というのと、私の今年度作った統合 TV の紹介というタイトルでちょっと話そうかなと思います。でこの統合 TV って何なの、先ほど犬さんからもちょっとあったと思うんですけど、で統合 TV、 統合 TV で、実際このサイトのことなんですけど、まあ詳しくはとりあえず統合 TV とネットで調べていただけたらなと思います。でもそれだけということなので、去年の牧場収穫祭の統合 TV からも調べられます。去年も同じことやっているので。で統合 TV に上がっている動画から統合 TV を使い倒すっていう統合 TV もあるんですね。でこの後の発表から、まあ、いろんな方が私の後にも話してくださるので、主にこの3名の方よろしくお願いしますという形です。で統合 TV の使い方、すいません、統合 TV の作り方ということで、作り方大きく3つあります。ウェブツール選びます、動画を撮影します、編集します、動画をアップロードします。これだけです。でも誰でも作れるのという話になるわけですよね。で大丈夫ですと。なんで、私でもまあ作れますから。じゃあ、一個一個見ていきましょう。でもおかしいよねと。で動画のアップロードってさ、アップロードするのって難しい、ネットってよくわからないし、そもそもコードとか覚えないといけない、まあ、私は何も知らないんですけど、まあ、全て、まあ、統合 TV のキュレーターと呼ばれる小野さんがやってくれるんです。なんか安心ですよね感じですね。でもう一つ解決ですよね。で二つ目、動画の撮影と編集、動画の撮影とか編集ってまあ難しくないの、何を使って編集すればいいの、まあ、そもそも難しいでしょうということなんですけど、統合 TV は動画作成ソフトカムタジアというものを利用してみんなで作っているんですね。でこのカムタジアを使い方を紹介した統合 TV もあるので、まあ、誰でもできると、これを見ながらやればいいという形です。でカムタジアのいいとこ、まあ、統合 TV を作成することができますと。まあ、おしまいですよね。でカムタジアのちょっと困るところいくつかあるんですけど、まあよく落ちる、まあセンタリングとかできない、カラーがあまりないとか、早送りとかまあなどなどあるんですけど、でもまあ大丈夫です。みんないろいろな RA さん統合 TV 作ってるので経験から対策を知っているはずですという形です。で最後、ウェブツールの選定、まあ、これが一番多分難しいかなと思うんです。どういうのを作って紹介すればいいんだろう、何をみんな求めてるんだろうということになると思うんですけど、統合 TV 作ってほしい内容は統合 TV 司令部というところにチケットとしていくつか登録されていて、みんなこういうの作ってほしいなというのが一目で見ることができるようになっています。今日現在83件が未着着なので、まあたくさんの方来てほしいなという感じですよね。で他にも外部から依頼が来るようなことがあります。メールで、まあ、パブメドの統合 TV 作ってくださいなど、そういうような形ですね。で依頼が来たもので、まあ、私が今年度、まあ、主に作ったのがイメージ J の動画ですね。これ知ってるという方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、おかげさまで、まあ、イメージ J って何なの、 NIH が開発した画像解析フリーウェア、まあ、Photoshop とかの無料版という形ですね。まあ、多くの形で保存された画像を編集することができるよということが売りですね。まあおかげさまで2本これまで作ってるんですけど、4ヶ月で4600回再生されてるし、1ヶ月半で1200回再生されてるという形で、ありがとうございますということです。まあ累計再生数実は一番狙っているので、まあ皆さん見ていただけると嬉しいなというふうに思います。でもちろん改善点、紹介してほしい内容あったら連絡どしどしいただけたらなというふうに思います。
でイメージ J に着手した当初なんですけど、そもそも画像処理っていうのが何なのかわからないし、PNG とか JPEG っていうなんかファイル形式があるらしいんだけど、なんかよくわからない。レイヤーってなんだろうっていう形でしたね。でもまあなんとか調べつつ、まあ皆さんの助けを借りて統合 TV 作成したらすごい反響があったわけです。まあこういうのは良くないとか、こういうのやってとか、他の方法も紹介してよとかいろいろありまして、まあ予想以上の反応でちょっと正直驚きだったという部分があるんですけど。で反響に対して、まあ、指摘いただいた部分を修正して再度アップで続編、これはまあ先ほど出てきたやつなんですけど、続々編今作成中という形です。でこんな感じで、まあ、統合 TV を作っているということです。で、まあ、たくさんの援助意見があるので、まあ、初心者でもやることができますという感じです。で、まあ、一緒に牧場で働きませんか、お待ちしております。僕の発表を終わらせていただきます。以上です。